2020年12月20日日曜日10時20分からの番組をスタートします。番組は米国は今、本日はミラクルテレビの年末特別番組としてお送りいたします。では北谷さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、改めまして皆様、おはようございます。年末特番の3番目が、米国は今ということで、今まさにあの真っ最中の、もう終わったと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は真っ最中だと考えてまして、アメリカの大統領選挙というものを例にしながら、今何が起きているのかということについて、ぜひお話をしてみたいというふうに考えました。それで本件10月の中旬にですね、あのアメリカで今のバイデン、ジョー・バイデンさんの息子のハンター・バイデンさんという方のスキャンダルが報道されまして、それが僕にとっては非常にショッキングな内容であった。で、これがいやフェイクかどうかみたいな議論から始まってるんですね。で、そこで僕はあのずっと関心を持っていろんな情報を取っていたところ、なんか凄まじいことになってるということに僕は感じておりまして、ただそのそうは全然考えてない方々も非常に多いということで、そのギャップもぜひ議論をしたいということで今日集まっていただきました。で、今日のメインスピーカーをご紹介をいたしますが、一人はあの今ちょっと顔が隠れてますが、市川圭一さん、あの引き続きですね、この問題についてもぜひご意見をお伺いしたいというふうに考えてます。それか、はいはいはい、それから、山口新さん、ご登場いただけますかね。あ、これですね、山口さん、あの、ミュート外していただいて結構です。うん、左下に、はい、ありがとうございます、山口さんはあまり皆さん、いや、これに出るのは初めてです。初めてありがとうございます。実は僕のですね、小学校時代の同級生なんですね。それで決闘した相手でありましてそれでその頃は、まあ、なんか憎たらしいやつだと思ってたんですけども、まあ、すごく大きくなってから、話をするようになって、今はすごく仲が良いんですけども、なぜ今日お願いしたかというと、いろんな点で僕と山口新はその意見が合う人間なんですけども、ことこの大統領選挙に限ってはですね、全く正反対の意見を持っていて、要は、トランプはとんでもないやつだということを聞いたので、ぜひそれだったら出てほしいって僕はお願いをいたしまして、それで出てきてもらいました。ありがとうございました。よろしくお願いします。それからもう一人はですね、杉浦さん、杉浦昇さん、山口新さんは、大手企業のですね、杉浦昇ね、ごめんなさい、あの今山口のことちょっと、あ、山口さんのこと補足してしまったんですが、大手企業の、西海岸の現地法人の代表をしてまして、しばらく向こうにいたので、あの向こうの雰囲気もだいぶよく分かってるということでお願いをしました。で、杉浦昇さんは、ミラクルテレビの副代表ですけども、杉浦さんはまた特別なそのキャリアがあって、まさに大手企業の、中国の、総代表をしていたということで、向こうの事情に非常によく分かっていることと、それからアメリカの雰囲気も分かっているし、ヨーロッパ、ロシアの雰囲気も分かってるっていうんで、非常に幅広い見地からいろんな話がいただけると思っています。それから、あれ？市川さんいなくなっちゃったかな？あ、いたいたいた。そのうち帰ってくると思いますので、それで、本件僕が言い出しっぺなので、僕の方からですね、まずお話をさせていただいて、それについて、僕の意見に反対の意見、それが疑問点みたいなものを、どんどん出していただけるとありがたいと思うんですね。で、もちろん共感をするという議論でも構いませんけども、よろしくお願いをします。じゃあちょっとですね、これでいいのかな？うん、これでいいや。ちょっと画面の共有を
させて、お、画面共有どうするんだっけ、しばらく下の緑の画面共有から、あ、これだよね。はい、押して。分かった分かった、はい。最近やんないから忘れてた。確かに、あんまり自分が やることないから。原さんに任せきる。うん、そうなんだよね。あれ画面共有出てこないな。あ、出てこないですか、ちょっと待ってね。この黒い画面のところの黒枠のとこポンポンって押したりすると、あのツールが。ちょっと待ってね。ウェブでまず開いておいて、画面、ね、画面共有すればいいはずですよね。はい。よしと。ん？画面共有。お、出てこない。来ない。ちょっとごめんなさい。え、ちょっと雑談していて。なんだ、僕が何やってんだ。よし。市川先生のご紹介。あ、ちょっと言って。先ほど、そうですよね、うんうん、あの紹介しておいて。で、市川先生は、市川先生は、あの先ほどもね、コロナの番組の方で、あのいろいろとご発言をいただいてたんですけれども、市川先生は危機管理の、あのアドバイザーということで、ミラクルテレビでもいつもさまざまなあの危機管理の情報を私たちに提供してくださっています。はい、ありがとうございました。今、画面出ましたかね、ミラクルテレビの。はい、出てます。出てますか。はい。はい、で、まず最初にですね、これはあの昨日ここ数日、議論、あの話題になっていることなんですが。アメリカ大統領選挙の不正をめぐり、外界から注目されているジョージア州では、12月4日に、ケンプ知事の娘の恋人が突然交通事故で死亡し、ネット上では様々な憶測が飛び交っています。さらにこの事件を調べていた調査員も14日自宅で死亡しています。一方、ジョージア州調査局はこの事件は選挙とは関係ないと発表しています。大統領選挙の不正と戦っている著名弁護士リンウッド氏は16日、51歳のジョージア州の調査員ジェームズ・オサリバン氏が14日に自宅で死亡した。死因は自殺とされているとの内容をリツイートしました。しかし多くのネットユーザーはこれは単純な事件ではないと疑っています。オサリバン氏は生前ハリソン・ディール氏の死亡事件を調べていたと伝えられています。ハリソン・ディール氏は12月4日車3台を巻き込んだ事故で死亡しました。彼はこの事故の唯一の死亡者で、他の人はいずれも軽傷だったといいます。目撃者によると、現場では爆発音が聞こえたといいます。ディール氏はジョージア州の共和党上院議員候補のケリー・レフラー氏の選挙スタッフで、ブライアン・ケンプ知事の娘の恋人でもあります。偶然にも事件前日の12月3日、集計センターでの不正行為が記録されたビデオが公開されたことを受けて、ケンプ知事は州務長官に投票の署名を検証するよう求めました。しかしディール氏が死亡した翌日の5日には再度態度を変えました。7日、不正行為に対する大量の証拠が出されているにもかかわらず、ラフェンスパーガー州務長官は選挙結果を承認しました。情報によるとケンプ知事は2019年7月12日にヒューストンの中共領事館の総領事と面会しており、それから17日後の7月29日にはドミニカ社登録機の購入契約を結びました。ケンプ知事とラフェンスパーガー州務長官は賄賂を受け取った可能性があると指摘されています。So did Brian Raffensperger. And then as far as I'm concerned, lock him up.情報によると、ディール氏の死亡事件を調査していたのは、ジョージア州調査局のベテラン調査員であるジェームズ・オサリバン氏で、2016年に FOX ニュースの取材を受けた際に、CSI 調査部門は証拠を収集して被害者のために声を上げていると述べました。Hopefully we can be the voice for some victims. Speak for them when they can't speak for themselves. Depravity of the evil they will commit one on another.
ジョージア州調査局は17日ツイッターで、調査員1人が今週亡くなったが、ネット上では選挙と関係があるとのデマが流れている、根拠のない主張は無責任であり無謀だと投稿しました。一方、ウッド弁護士は、あなたもディール氏の死とケンプ知事との関係についてますます不安に感じているのか、ハリソン・ディール氏の悲劇的な死についての真相が知りたい、ジョージア州調査員の死にも祈りを捧げるとツイートしています。不法サイトにはジェームズ・オサリバン氏の死亡情報が掲載されましたが、死因については記されていません。葬儀は現地時間の18日に行われるとのことです。訃報はサバンナモーニングニュースに掲載されました。NTD ジャパンがお伝えしました。今ご覧いただいたのは、2日ぐらい前のあれかな、 NTD ジャパンっていうのは今アメリカですごく流行ってるのに大紀元という、日本でも有名になってる新聞がありますけども、まあ、いわゆる保守派の新聞なんですね。そして法輪功とか、それからウイグル人への、まあ、中国による弾圧というものに非常に強く批判をしているメディアでありまして、今回アメリカの大統領選挙でも非常にたくさんの情報を流しています。で、僕が今回の問題に非常に関心を持ったのは、現実にこういうことが起きちゃってるっていうことなんですよね。で、他にもいろんな情報が実は上がってまして、脅迫が行われてしまってると。で、一番僕がこれは変だなと思ったのは、GSA というアメリカの、まあ、日本で言えば、まあ、総務庁みたいな、ごく平凡な組織なんですけども、その GSA っていうところが、その政権移行手続きを、その応援をしていく役所なんですね。で、そこの、長官がマフィーさんっていう長官で、その、まあ、バイデンさんが、自分が当選確実になったんだから、その政権以降やってくれという話で、それに対してある時期にそのマフィー長官が分かりましたと、手続きに応じますということで、10億円ぐらいのお金と、それから部屋とかそういうものをサポートした時期があります。で、僕はその、バイデンさんに対する手紙の中で非常に驚いたのは、政権の意向に応じますと書いたそのすぐ後にですね、自分は脅迫を受けてるっていうことが書いてあったんですね。それでどういう脅迫かというと、自分の家族4人とそれからペット含めて5人に対する脅迫があったんだっていうことを公文書に書いてあるわけです。公文書にね。で、それを報じたメディアっていうのは、そこの部分は読んだに違いないんだけど誰も書かないと。そしてトランプ側が、政権の意向にいよいよ応じたというふうに書いたっていうんで、そのあたりも僕から見ると非常に違和感があったんですね。で、そんなところからですね、僕は10月の中旬以降、今日数えたら1000を超える記事を僕は読んでます。で、いつどんなことが言われていて、何が事実だったのか、何が憶測だったのかっていうことについて、僕なりに今一つの判断を持ってまして、それを今日皆さんにお話をして、僕が考えていることについて、ディスカッションしてもらえればありがたいなというふうに、感じました。それでまずですね、もう一度画面を共有をさせていただきますが、皆さんが多分、
ですね、まずどっから行こうかな。まず僕がですね、2016年からトランプ大統領については印象があるんですけども、どんなことを考えていたのかということを皆さんにお話をしてみたいと思うんです。まず最初はですね、トランプさんってトランプタワーで有名だったわけですね。まあ、大成功をしたお金持ちでありまして、で政治経験が全くないのにその大統領に立候補してなんと当選をしてしまったっていうんで、これはなんかとんでもない事件が起きたなと僕は感じてました、その時に。で確か就任式でオバマの時よりも自分の方がよっぽど多いんだと言って、これは大人げない発言をしてるなって僕は感じたことを覚えてます。それから粗暴で下品で資料がなくて傲慢で攻撃的なんだという印象を僕は持ってました。それから白人至上主義で差別主義で排外主義で暴力が好きという印象があったんですね。それからアメリカファーストということを言って、アメリカ一国主義で国際協調しないと、で国連を非常に強く非難をしているというような印象。それからツイッターでの情報発信は僕はとんでもないと思ってましてですね、大統領と回ろう人がなんでツイッターなんかでやるんだと、フェイスブックもやってっていうんで、ちゃんと堂々と発表すればいいじゃないかと僕は思ってたんですね。でこれは実は山口真さんも同じことを考えていて、あいつはとんでもないやつだったんで、多分僕と同じ意見だったと思うんです。それからある時期に側近を次々に退けていって、チームができてなくて全く孤立してるんじゃないかと思ってたんですね。それから娘のイヴァンカさんって言いますけども、それから娘婿など素人の身内をまあ徴用して、いよいよこれは危ないなと、大統領としては、そんなふうに僕は感じてました。それからよく分からなかったんだけど、ロシア疑惑、ウクライナ疑惑などできっと何かあるんだろうと、で証拠は見つからなかったと言ったんだけど、それは証拠は見つからないこともあるけども、疑いがないわけじゃないというようなことを感じてたんですね。それからですね、ディープステートという言葉が出てきて、何なんだこれはと、要するにまあ影の政府みたいなことらしいんですけども、まあ、こんなことは自分は聞いたこともなかったということであります。それから今年になってから郵便投票を、まあ、バイデンさんの方がやっていくっていうんで、まあでもコロナだから、まあこれも仕方がないんだろうというふうに感じていたという、これが10月の中旬までの僕の思い込みで、考えていたことで、多分今聞いておられる方ほとんど同じようなことを感じていたんじゃないかと思うんですよ。で実は今僕は違うイメージがを持ってるということなんですね。そして選挙があって多くの方はこう感じてると思うんですね、バイデン氏の当選が確定したんだと。特に12月の14日に、まあ、投票があって、開票はしてないんですけども、当選をしたことが確実だと言われてます。それから不正選挙疑惑にはこれは根拠証拠がないんだというふうに、思っておられると思うんですね。で裁判ではほとんど負け、これは事実なんですね。で連邦最高裁でも最高裁でも却下、これも事実であります。から共和党内でも支持はなく孤立している、このあたりは微妙な問題があります。それからどう転んでもトランプの勝ちはない、から恩赦を打診しているとか、フロリダ要請を送りたいみたいな情報が伝わってきて、なんか往生際が悪いなみたいなことが言われてると。で僕の判断は、状況は非常に混沌としているっていうのが僕の判断なんですね。でどんなふうに見えてるのかお話をしたいということであります。で一つですね、皆さんがご覧になったことがない映像をちょっとお見せしたいと思うんですが、Well, I think that America is a country that has tremendous, tremendous potential. I think that much like the mind, I think that America is using very, very little of its potential. I feel that this country with the proper leadership can go on to become what it once was. And I hope and certainly hope that it does go on to be what it should be. What should it be? Well, it should really be a country that gets the respect
of other countries. Today, is respect the most important thing in your opinion? Well, respect can lead to other things. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. And I don't think they're doing it with other countries. I honestly don't think they're doing it with other countries. Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, et cetera, and brought our boys out. I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question. There's no question in my mind. I think right now we'd be an oil-rich nation, and I believe that we should have done it, and I'm very disappointed that we didn't do it. And I don't think anybody would have held us in abeyance. I don't think anybody would have been angry with us. And we had every right to do it at the time. I think we've lost the opportunity. For some people, the ultimate goal in life has been becoming the President of the United States. Would you like to be the President of the United States? I really don't believe I would, but I would like to see somebody as the President who could do the job, and there are very capable people in this country. Most people who are capable are not running for office. Most men are frightened of politics today. It is a shame, isn't it? Yes. It is a shame. The most capable people are not necessarily running for political office, and that is a very sad commentary on the country. They had major corporations and they had this and that, but they are not running for political office. Why wouldn't someone like yourself run for political office? You have all the money that you possibly need. You've accomplished a great deal, even though you are only 34. I know there's a lot of things that you possibly can do in the years ahead. Why wouldn't you dedicate yourself to public service? Because I think it's a very mean life. I would love and I would dedicate my life to this country, but I see it as being a mean life. And I also see it that somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular, which may be right, but maybe unpopular, wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile. And that's a sad commentary for the political process. Television, in a strange way, has ruined that process, hasn't it? It's hurt the process very much. I mean, the Abraham Lincolns of the world. Abraham Lincoln would probably not be electable today because of television. He was not a handsome man, and he did not smile at all. He would not be considered to be a prime candidate for the presidency, and that's a shame, isn't it? But if all the men are like you, then when are we going to get somebody who might be good? I don't know. I hope it's around the corner, but I don't know. I really don't know. What I would like to be involved in is trying to help choose somebody or working with a group of people whereby they put up a candidate who would be acceptable to be a presidential, you know, to be the president. The country, if we had the one man, and it's really not that big a situation. You know, people say, well, what could anybody do as president? The one man could turn this country around. The one proper president could turn this country around. I firmly believe that. If you lost your fortune today, what would you do tomorrow? Maybe I'd run for president. I don't know. はい、どうもありがとうございました。ですね、何を僕は話せばいいかっていうことも実はいろいろ考えていて、よくは、まだ未だにはっきりしないんですけども、一つはっきりしているのは、僕たちに伝わっている情報っていうのは非常に限られているということなんですね。で、そのことを僕はこの、まあ、2ヶ月間、まあ、新聞も、日本の新聞を2つ読んでますし、そこで言われていることとネットで話されていることが著しく違うということに気がついています。それで、したがって僕が何を言ってもですね、それは変だっていうふうにお考えになる方が多いと思うんですけども、僕の希望としては、今日この番組だけではなくて、自分でやっぱり情報を取って、自分がこれまでに寄って立ってきた考え方なり常識っていうものを少し別な角度から検証してみるっていうことをしないとですね、なかなか、分かりにくいんじゃないだろうかなっていう気がいたしております。それで、あとそうですね、一つぐらいちょっとお見せをしたいと思うんですけども、日本のテレビなどで、全く出てこない映像っていうのがいくつかあります。それはですね、ちょっとこれも、共有をさせていただきますが、よいしょと。
多分皆さん、ネットを見てない方々は、そのトランプを応援している方々の姿っていうのはあまりテレビに見たことがない。それからバイデンさんを応援している姿を見たことがないと思うんですね。で、どんな風な状況があるかっていうことなんですけども、例えばこれはですね、昨日のワシントン DC です。今のが、12日ですね。毎週トランプの応援団の方々っていうのは全米でこういうデモをやってるんですね。それで非常に多かったのが12月14日の土曜日なんですけども、それがこれ。I'm Ben Hedges, and we am here. We have just left. Stories about what happens to stop the spread. We have grandkids, and we have to make sure it's a fair election and it's not fraudulent. 也跟很多人一样啊，对。You know, I've seen it in my lifetime. I'm in my 60s. I didn't understand it. The enemy of the people. They manipulate. They hide. They censor. God bless you. I don't know that if we come together, we can defeat this.こんな風にですね、上空から見ると本当に数万、数十万っていうような方々が出てるんですけども、これは日本の映像には全く出てこないですね。それからもう一つはバイデンさんを応援する民衆も全く出てこない。これネットにも出てこなくて、実際人が集まってないんですよね。ラリーって言いますが、その選挙期間中に両方の応援団が、まあ、集まってやるわけです。それでトランプさんは飛行場でやっていたんですね。やっぱり万ぐらいの人が集まって、どこでも集まってました。で、バイデンさんは、まあ、コロナに、新型コロナに対応するためにっていうんで、人前に姿を見せなかったっていうことがあるんですけども、最終的にオバマさんが出てきて一緒にやった時もあるんですが、それでも画面から見ると数十人ぐらいしか集まってない。そして、12月の14日にバイデンさんの当選が確定をして、というふうに報じられて、で、彼は YouTube で自分のメッセージを発したんですけども、その時に集まった方々がオンラインで最大7000人ぐらいだったと言われています。で、なぜ、そうなのか、それがどうなのかっていうことなんですけども、僕が10月に、この問題どうなんだと言ったハンター・バイデンさんっていう方の、いわゆる、ハードディスク問題っていうのがあるんですね。で、これはもう日本の新聞にも出て、あんまり出ていなかったんですけども、その去年の話で、そのハンター・バイデンさんがあるパソコンの修理店に自分のパソコンを持ち込んだんだと。で、それが、まあ、液体で濡れていて、そして壊れてしまったからっていうことだったんですね。で、いつまでたっても彼が取りに来ないので、その店主が不審に思って中を見たら、とんでもないものが入っていたと。で、これはハンター・バイデンさんのそのメールと数万と言ってたかな、文書とメールが入っていて、あとその性的な卑猥なその映像画像が入っていたということであります。それでその店主は非常に驚いて、その FBI に連絡をして、最終的には
で現物を渡すと同時に4つハードコピーのコピーを取って、その1つをジュリアーニに渡したという、まあ、ジュリアーニさんというのはトランプさんの、個人弁護士をしていたわけであります。でこれが10月の確か14日ぐらいかな、そのニューヨークポストというその新聞社に、まあ、報道スクープされたわけですね。でその時にまずこれが真実かどうかっていう議論になって、僕の友人たちも北谷さんあれはフェイクなんだというふうに言ってくれた方もいます。ただ僕はその時の状況からしてこれがフェイクであることはありえないというふうに僕は確信を持ってました。っていうのはその新聞社が出す時に全く中身を確認しないで書くっていうことはありえないんですね。そんなことをしたら新聞社は潰れますから。で記者は中を見た上でそして書いたに違いないと。で実際に書いてある中身っていうのは非常にきちんとした書き方であり、その新聞社もそのまともな、新聞社でした。そんなに大きくはないんですけども、そしてでも僕のある友人はいや文書なんかいくらでも偽造ができるし、メールも偽造ができるし、それから画像や映像だってできるんだというふうに言った人もいるんですけども、ただこれも僕はそれはありえないなと思ったのは、1枚2枚はできるかもしれないと。でも、数万というメールや文書を偽造することってのはありえないと。その中に一つでも、これは明らかにおかしいっていうものが入ってれば、逆にそれは全体がフェイクであるっていう形でもって、マイナスの作用になるわけですよね。で、問題は、それが出たにもかかわらず、全く報道されなかったと。で、確かに FBI っていう組織は、選挙に影響を与える時期については避けるっていうことがあるとも言われていて、まあ確かにそうかなとも思ったんですけども、一般のメディアっていうのは、選挙だろうがなかろうが、それはどんどん報道するのが、当たり前であって、実際にアメリカでも日本でもそれやってるわけですよね。で、今回の問題だけ全く報道しないっていうのは、僕にとっては非常に異常なことのように思えたんですね。で、未だにそれはそう思っています。で、もっとおかしいなと思ったのは、その、本人たちが否定をしなかったんですよね。要するに自分のものじゃなかったら、あれは俺のものじゃないと。あの画像は嘘だ。あの報道は嘘だっていうことを言えばいいんだけど、それはそう言わないと。それからトランプ氏がインタビューに来たその大手メディアの女性のインタビュアーに、なんであなた方はそのバイデンさんたちに聞かないんだと、あれは本当なのか嘘なのかと、そしたらそのインタビュアーが、根拠がないものについては報道しないんだと言ったんですね。僕はその時にそれもおかしいと。根拠がある、証拠があるっていうのは裁判の話であって、その、ある程度の疑わしさがあれば、どこでも報道するのが当たり前なのに、そこでは完全にダブルスタンダードをしてるなと思って、そのあたりから、何か、おかしなことが起きてるなということを感じていました。そんなわけでですね、そうこうしているうちにこんなことが出てきたんですね。アメリカ非営利の調査ジャーナリスト組織プロジェクトベリタスの創設者であるジェームズ・オキーフ氏は CNN の聴会を数ヶ月間密かに録音し、12月1日に最初のテープを公開しました。テープの中で選挙不正の証拠やバイデン一家のスキャンダルを報道しないことなど、 CNN の編集者や記者たちがトランプ大統領をホワイトハウスから追い出すための戦略を話し合っている様子を聞くことができます。オキーフ氏はツイッターで自分のチームが CNN の午前9時の編集者の通話を密かに録音していたことを明らかにしました。そしてそれを12月1日の夜に公開する予定でした。公開された最初の録音では CNN の特派員ジェイミー・ガンジェル氏が民主・共和両党の情報源から得た情報をもとに選挙後の法的紛争をどう報道すべきかを論じていました。我々は報道機関として非常に気をつけなければならない。認めないトランプ氏にプラットフォームを多く与えないことに責任を持つべきだ。次にフィールドプロデューサーのステファニー・ベッカー氏はトランプ氏が譲歩しないことを 9.11 にアメリカが攻撃されたことと比較できると提案しました。
彼女は移行がうまくいかないとどうなるか、具体的な良い例を見たければツインタワーを見ればいいと言いました。 CNN の会議の内容は11月10日の見出し、トランプ氏の政権移行の遅延がいかに国家安全と公安を脅かすかで見られました。このクリップは公開から24時間以内に1000万回以上の再生回数を記録しました。トランプ大統領は自身のツイッターでこの録音をシェアし、 CNN を弾圧メディアと呼びました。10月9日付の別の録音では、 CNN のジェフ・ザッカー社長はトランプ大統領について正常な人として報道してはいけないと指示しています。さて、もう一度強調したい、ここ1週間でトランプと彼の行動に対して何が起こったのか正常化はできない。デイビッド・チャリアンが言ったように、この大統領は自分が負けていること、病気で困っていることを知っている。ステロイドの後遺症なのかわからないが、彼の行動は不規則で絶望的であり、彼は時間が経つにつれますます狂ったと我々はそのように報道する必要がある。3番目の録音では、ザッカー氏が彼のチームにバイデン一家のスキャンダルをフォローしないよう指示しているのが聞こえます。過去、主流メディアでトランプ政権に関するニュースを読むとき、多くの人はそれが記者の偏見の表れだと思った。これらの録音で、それが偏見に起因するものではないことが明らかになった。真実は CNN のトップが編集ガイドラインの指示を直接受けていることだ。ジャーナリズムの最も重要な原則である、ジャーナリズムの本質でもある真実と誠実さに完全に違反しているのだ。オキーフ氏は FOX ニュースとのインタビューで、 CNN のやり方はジャーナリズムではなくプロパガンダだ。 CNN は国民に謝罪する義務があると思う。つまりこれは不名誉なことだと言いました。アメリカを拠点とする時事問題解説者のデビドン氏は、ここでの主な問題はメディアグループが進んでプロパガンダのツールになることをはるかに超えていると信じています。問題は何が彼らをプロパガンダの道具にさせたのかということだ。このようなプロパガンダの道具を必要としているのは誰なのか、なぜ彼らは国民に選ばれた大統領に対してトラブルを起こすことをあえて企てるのか、なぜ彼らはアメリカ国民を騙そうとするのか、この巨大なメディアネットワークの内部ではどうしてこんなに長い間誰もこのような行為に異議を唱えようとしなかったのか。これはあれですね。それからもうあと一つだけ面白い、大変面白いのがあるんですけども、まあいいや。そんなようなことで、膨大な情報がもうネットには飛んでまして、僕は大体それを目にしていて、これは重要だな、重要じゃないなっていうのを見てます。それから場合によれば、一時情報になるんですかね。原文、僕はあんまり英語強くないんですけども、一応確認をしたりしながら見ていまして、それで今、この瞬間にどういう局面になってるかというと、まだ実は選挙固まってないんですよね。それで確かに最高裁、連邦最高裁が、テキサス州が起こしたその提訴を却下したとかいうようなことがいろいろあってあれなんですけども、トランプさんの発言を僕はずっと見たんですけども、CNN の社長が言ってるようにブレたりとか、それからおかしくなってるっていう、そういうことは全くないんですね。彼は一貫しているんですよ。それでそれを見る限り、少なくともまともな人間であることは間違いないというようなことなんです。で、もう一個だけですね、せっかくなので見ていただこうと思うんですが、共有で。これかな。トランプ大統領は12月12日午前中飛行機からワシントン DC の路上で何万人もの支持者を見た後、当日午後ニューヨークのウエストポイント陸軍士官学校で行われた12月12日ですね、アメリカンフットボールの陸海軍対抗戦に出席した。大統領は若い兵士たちから会場で割れるような拍手と歓声で迎えられた。人々が拍手と USA と叫ぶシーンはセンセーショナルでした。
彼が米軍の司令官たちにこれまでに見た中で最も温かい歓迎であると述べたネットユーザーもいる。ニューヨークポストの報道によると、毎年恒例の陸海軍対抗戦は、通称フィラデルフィアのリンカーンフィナンシャルフィールドで開催されている。今年のパンデミックにより、121回目の対抗戦は、より快適なウエストポイント陸軍士官学校の競技場に移された。トランプ大統領がこの対抗戦に出席したのは、ここにしかいない。そしてフィールドは霧に包まれていたにもかかわらず、大歓声が巻き起こっていた。この前、トランプ大統領がニューヨーク州のニューウィンザーにあるシュチュガート国際空港に到着したとき、十数人の支持者に諦めないで、諦めないでと声をかけられた。ダデビッチ 3Ds という名前のネットユーザーは、ウェストポイントの学生がトランプ大統領を歓迎するシーンを見た後、次のように書いています。軍人が我が国の大統領をこれほど歓迎するのを聞いたことがない。通常は拍手だけだが、このような歓声や USA を叫ぶのはなかった。もうキリがないのでこの辺りにしますけども、その、うん、要するに今ご覧になったようなものっていうのは多分皆さん見たことがないと思うんですね。で、僕もネットを探してなければ見れなかった映像なんですけども、その大手のメディアで言われていることと実際にアメリカで起きていることがだいぶ違うということは間違いないというふうに思っています。選挙の不正疑惑は根拠がないというふうに、日米の大手のメディア書いてますけども、実はもう個々の裁判所なり公聴会でこれでもかこれでもかっていうふうにいろんな事例が出てるんですね。それは死人が投票してるとか、有権者数の 871% が投票したことになってるとか、明け方になってトラックが来てそこで大量の票が導入されてるのが撮影されてるとか、それからさっきのジョージア州の、中では実際に共和党側の監視人を追い出した後で、その箱の中から投票紙を引っ張り出して、何回も何回もスキャンしてるというようなことが出てきて、まあ、それでそれを見て、ケンプ知事は、投票紙をチェックをするって言い出したんですけども、そんなようなことがたくさん出てるんですね。それから、科学者、たちが、調べていろいろ言ってるということもあります。で、それが全部、大手のメディアでは根拠のない不正疑惑、不正選挙疑惑っていう一言でもって片付けられてしまってるというところに僕はすごくおかしいなというふうに感じています。そして、今後のことなんですけども、その、最終的には1月の6日に、ペンス副大統領が箱を開けて、実際にどういう投票があったのかっていうことを、まあ、確認をすると。で、その時にいくつかの州では、その州知事が認めたもの以外に議会側が立てたものが投票されているので、それをどう扱うかっていうところで非常にどうなるかまだわからないということと、それから最終的にトランプ大統領がどう判断するのかというのが注目をされているわけですね。で、これについてはマーシャルローといういわゆる戒厳令というもの、それから反乱罪という戒厳令とは別なんですけども、それを適用するかどうかっていうようなところが非常に今注目をされてきているというようなことで、混沌としています。で、こういう中で、僕自身は、その今後どうなっていくのかなっていうところに非常に、強い関心を持っています。で、なぜ関心を持っているかというならば、ある時期に僕が書いたことなんですけども、その公正な報道とか、言論の自由という、まあ、僕たちが呼んでるものなんですけども、これはすごく大事だと思うんですね。で、報道の自由がないという、これは全体主義国家では報道の自由がないんですけども、そうなると国民には、その特定の情報しか入ってこなくなると。で、それが今、アメリカの大手のメディアではそうなってるし、日本のメディアは、その大手のメディアが出したものを垂れ流しにするという傾向があるので、僕たちも実はそうなっちゃってると。僕自身も10月の中旬までは、さっき僕がお話をしたような、トランプってのはとんでもないやつだと僕も思ってたわけですね。途中から違う情報が入ってくると、
全然違う見方になってくるっていうんで、これがすごく大事だと。それから決定的に大事なのは、公正な選挙っていうことなんですよね。これはもう民主主義の鉄則なんですけども、そこにこれだけの疑惑があって、おかしいと言われてると。で、実は今日はお示ししなかったんですけども、一番すごいのが、ドミニオンという州法、州表記の問題がありまして、ジョージア州ではこれを2019年に導入をしたわけですけども、その投票機でスキャンしていくんですけども、それがインターネットにつながっていて、外国につながっていたと。で、当然ながらハッキングっていう問題が起きてくるので、非常に危なっかしいわけなんですけども、実際にそれを使って、本当に大量な不正が行われていたと。で、今検証されているのは、そのバイデンさんに入った票の票は 1.25 から1.3、25% から 30% 増になって、その分が、トランプさんに入った票から引かれるという形になっているということが主張されています。で、まだ最終的な審議のほどは分かってないんですけども、このドミニオンのつながっているサーバーが、ドイツのフランクフルトっていうところにある総領事館にあったということが言われています。で、なぜ総領事館にあったのかっていうと、その中に CIA の組織があって、そこにつながっていたんだということで、そこを陸軍のデルタフォースという特殊部隊が、11月の確か8日から13日の間に急襲して襲ってですね、そして銃撃戦の結果そのサーバーを押さえたという情報が流れています。で、これは嘘だっていう話もあるんですけども、信憑性もかなりあるということで、もう実は政府の部内におけるそういう問題にもぶつかって、関わってきているというような問題もあります。そんなものも含めて、その、今アメリカで起きていることが、そのもう単にどっちが勝つかというような問題ではなくなっているような気が僕はしていまして、で、今後の推移としては、僕たちが予想もしていないいろんなことにつながっていくんじゃないだろうかというふうに考えています。で、僕は、最初の話したように、何が正しいのかっていうこともあるんですけども、そういうことを自分なりの情報として取って、そしてきちんと議論をしていくことが大事なんじゃないだろうかというふうに考えてますので、大変長くなってしまったんですけど、皆さんに、まず僕の考え方をお話をしました。そういう中で、今日おいでいただいた方々から、どんな点でもいいので、何か言っていただければありがたいなと思います。いかがでしょうか。北谷さんね。はいはい。こう、まあ、それ、いろんな話があるんですけれど、はいはいはい、一体誰が何の目的でやってたかっていうのがあるわけでしょ。もし仮に不正なり何なりがあったとすれば。そうです。ね。はい。これは一つの過程としては民主党が自分が勝つためにやったとかっていうことがあるわけなんだけど、はい。まあ、なんとなく僕はそれは考えにくいなと。うん、うん。まあ一体ね、これだけ大掛かりなことをやるっていうのはさ、はい、一個人とかなんかがさ、ちょっと考えたぐらいでちょこちょこちょこっとできないよね、もしこれ考えあったとすれば。はい。っていうことはさ、誰が何のためにやってるかっていうところが一番の問題なんじゃないですかね。うん、おっしゃる通りだと思います。うん。その点に関してはどういうふうに思います？一つはですね、中国共産党の話は最初から指摘されてるんですね。うん、それで、さっきのサーバー、外国につながったサーバーをどんどん追いかけていきますと、フランクフルトともつながっていたし、それからベネズエラともつながっていて、あとはヨーロッパのどこだったかな、どっからつながって、それから中国、のある地域につながっているということも今、そういうふうに、指摘をされています。で、そういう意味では、その中国とアメリカっていうのが非常にこう関係があったんだという考え方は今かなり説得力があると。
で、今ちょっと出てこなかったんですけども、そのことをですね、中国の共産党の幹部が喋っちゃったっていう動画がありましてですね、若いちょっと調子に乗りやすい方だったんだと思うんですけども、自慢げに喋っちゃったっていうのがあるんですね。それでね。はいはいはい。で、それだけじゃなくて。もしそうだとすると、裏でね、中国が糸引いてるとすると、かなりのアメリカ人が、それに籠絡されて、その意のまんまに動いて、票の不正とかなんかをやったってことになるわけだよね。そうですね。そんなに、やっぱり、こうアメリカ人っていうのは簡単に中国にこう操られるようになっちゃってるのかしら。一つの問題は、今日僕のメールの中に、1963年のケネディ、ジョン・ F ・ケネディの暗殺事件ってありましたよね。あれ僕が確か高校の時なんですよ。初めて衛星中継で海外の映像が出てきた瞬間の、そのニュース。最初のニュースだったからね。そう。もう衝撃的だったんですよ。アメリカ人はあれでみんな泣いたって言うんですよね、ケネディが。やっぱり彼はヒーローだったから。で、あの事件の非常に不可解なのは、犯人とされたオズワルドという人がいて、で、彼を警官であったルビーという人が直ちに射殺をしたんですよね。それからルビーさんも殺されて、殺された方もまた殺されたっていうんで、最終的には十数人関係者が亡くなって、そして今のところオズワルドの単独犯だっていうことでもって一応確定してるんだと思うんですけども、それの裁判記録だったと思うんですけども、確か90年のですね、ウルトラトップシークレットになって、もうみんなが死ななきゃ見れないっていうことになって封印されてるんですよね。で、ところがそれだけ大掛かりなことっていうのが、個人ができるかと。単独犯でできるわけないと。で、あの時には護衛に使うはずだった陸軍のその護衛部隊もなんか直前に護衛ができないような感じになってみたいなことも言われていて、その少なくとも政府の権力機構の中が起こしたとしか考えられないような状況があります。で、具体的には FBI であるとか、そういう、まあ、本来であるならば治安を守っていく部隊が暗殺をしたのではないかというふうに言われていて、あの時には確かロバート・ケネディも殺されて、キング牧師も確か暗殺されたと思うんですけども、そういうようなことが起きる国なんですよね。で、問題は、それと今回のことがどうつながってるのかなんですけども、これも僕は最近こう考え始めたことなので、同じなんじゃないかと思ってるんですね。同じなんじゃないかっていうことは、まさしくそのディープステートというふうに言ってきたものが、実態としてあると。アメリカの中に。で、非常に強い力を持っていて、そして、それは政治家、それから官僚組織ですよね。それからメディアというところまで動かしていると。で、それがアメリカの現実なんじゃないだろうかっていうふうに僕は考えています。で、それが、その数十年間の中国共産党のとのつながりの中で、そこにまた新しい力が加わっていったと。で、SNS、つまりツイッターとかフェイスブックが、トランプがそれを多用していて、けしからんと僕も思っていたんですね。で、ところが、今年の最初にですね、ダボス会議っていう、まあ、有名な会議があるんですよ。そこにジョージ・ソロスという、まあ、著名な人物がいまして、まあ、巨大なお金を持っていて、これをいろんなところに流してるんですけども、彼が、Facebook はけしからんというふうに言っていたんですね。で、Facebook は隠れトランプ派だと。それで、とんでもないんだっていう発言を実際に彼がしてるのを僕は後から見たんですけども、で、現実に今回何が起きたかっていうと、Twitter も Facebook も、その言論を統制する側に回っちゃったんですね。トランプさんが発言するとブロックをかけたり、アカウント停止したりしたんですよ。で、これがアメリカの上院で問題になって、そのプラットフォームだっていうことだから許してきたものを230
なんか上とかいうなんか法律があるらしいんですけども、それを取り消すべきだみたいな議論になったんですけども、その最終的には、もう僕から見るとなりふり構わず、そのトランプさんたちの発言を統制する側に回ったっていうんで、SNS もそういう方向で動いてしまったというようなことで、非常に強い力が働いていると。で、これは僕たちから見ると、非常に分かりにくいというか、そんなことがあり得るんだろうかっていうふうに思うのは普通なんですよね。ところが、実際にそれが起きていると。それで、よく考えれば、その、ハンター・バイデンという方のスキャンダルの中には、凄まじいスキャンダルがあって、未成年者に対する性的虐待という問題があるわけです。要するに、ポルノグラフィーの中には、子供が入ってるわけですね。で、これは、ジュリアーニたちもそれを見て、僕は見てませんけども、その、本当におぞましい映像だと言ってます。で、そのうちのかなりの部分っていうのは、中国人なんですね。その、アメリカ人もいるらしいんですけども、で、これがですね、その、携帯だと、全部見れちゃうっていうんですよ。そのパソコンの YouTube だとそのうちの一部しか見れなくて、僕はその一部を見ましたけれども、一番おぞましい映像っていうのはなかったんです。で、それがね、その誰でも見れるネット空間にあるわけですよ、ずっと。で、アメリカでは、その未成年者に対する性的虐待っていうのは、最高終身刑、重罪なんですよね。日本はどうか知りませんけども。そしてその中には、その中国からたくさんのお金をもらってというようなことも全部ネットに上がっちゃってる。それが誰でも検索できる状態になって、少なくとも僕たちよりはアメリカ人というのはそこを簡単に見ることができるわけです。言語が同じだから。で、そういう中でそれがずっと行われていて、なおかつ、それがこれから大統領になろうという人とその息子がそうなってるっていうのは、その状態そのものが異常ですよね。で、現実には、FBI が、その捜査を始めてるっていうことが、ハンター・バイデン氏の口から明らかになったわけです。2018年から自分は捜査を受けていたっていうことを、そのことを彼が話をして、で、CNN などもみんな報道したわけですよね。したがって、10月の14日頃に出た、ニューヨークポストの記事は、本物だったということが、今の段階ではもう明らかなんだけど、でも、もう忘れてるわけですね、僕たちはね。それで、その時に、信じたというか、もう次の話題に僕たちの頭が移っちゃってるから、別にそれがどうみたいになっちゃってるんだけど、どう考えてもね、ありえないんですよね。だって凄まじいポルノ映画みたいなものが、その大統領の息子の顔が映って誰でもその息子であることがわかる映像として流れちゃってるわけです。ただこれがもし日本で、それこそ安倍さんだろうが、菅さんだろうが、その方の息子のそういうものが出て、どっかからお金をもらっていたとなったら、メディアはどう反応するかと。もうとんでもないだろうと、これは。もう、連日、新聞の一面トップだと思うんです、そういうものは。で、それがアメリカで起きてないということ自体が僕にとっては非常に変なことだと思うんですよ、ね。だからまあ、シンさんの言ってることで何がどうなのかって言えないんだけども、いろんな言い方をしてる方々がいまして、それこそ陰謀論に、陰謀論になっちゃうんだけど、ロスチャイルドという通貨発行権みたいな、そこに触った人間っていうのは排除されていくんだっていうのことを言ってる方々がいて、実はリンカーンも、それからジョン・F・ケネディもそこに触ろうとしたと。そこで殺されたっていうことを言ってる人がいて、で、トランプ大統領もそこに触ろうとしてるので、排除されるんだということを言ってる方もいます。あ、杉浦さんどうぞ。2つ申し上げたいと思いますけど、はい、1つはですね、決して的な
その大手報道によるとですね、はい、もうバイデンの当選確立してですね、はい、まあ、先ほどご紹介あったような裁判所の判断も出てと、ということでですね、最近いくつか日本でのシンポジウムっていうのをですね、はい、見たんですね、はいはい、でまあ、それぞれ優秀といいますか、東大一流の東大の久保文明さんとか、はい、ご存知でしょうけど、それから中林じゃない中林美恵子さんとか、うんうんうん、これ早稲田の先生ですね、ほうほう、アメリカのワシントン DC で働いてて、うん、日本に帰ってきて、テレビなんかよく出てますけど、あ、そうなんですか、ね、この人とか上島教授とかですね、うんうん、ICU の教授だったかな、上智大の教授だった、うん、そういう方たちが、うん、まあ、中立的な立場でですね、うん、今後の日本、日米どうなるかと、うん、いうことも含めて、はい、選挙結果を踏まえた議論をしてんですね、はい、それをいくつか見ましたけど、うん、その北見さんご紹介あったような情報ってのは一切彼らに触れてないんですね、うん、なるほど、これがまあ一つ、不思議だなと、不思議ですね、まあ、いうのが一つ、まあ、はい、というか知らずかも全然わかりませんけど、うんうん、でも相当アメリカの社会に詳しい方たちが、うんうん、そういう前提でシンポジウムを議論していると、はいはい、いうのが、まあ、まあ、そういうの聞くと北谷さんのご紹介あるのはどうなのかなとか、なんか思ったりしちゃうんですけど、うんうんうん、はいはい、それからもう一つはですね、はい、やっぱりこの今の議論を聞いてと思い出すのは、うん、よく申し上げますけど、ちょうど第二次大戦の終結前後ですよね、まあ、特にヤルタ会談を前後する、はい、ルーズベルト、スターリン、チャーチル、はい、まあ、これが戦後の世界を決めたわけですけども、はい、その前後のですね、はい、アメリカの状態っていうのはご存知の通り、ベノナ白書、ベノナ文書、はいはい、で戦後50年以上経っていろんなことが出てきたんですね、はい、でもそれは出てきてることっていうのはほとんど 100% 正しいんでしょう、はい、先ほどの、ご紹介あったケネディ大統領の暗殺に関わる90年のね、はい、取得するっていう話ありましたけど、はい、多分ベノナの文書の内容もですね、本当はそうだったと思うんですね、はいはい、ところがソ連の崩壊で思わずいろんな情報が出てきたんで、はい、それで、アメリカとしてもこれはもうただでは受けないということで、ベノナ白書を、文書化して公表したんですね、はい、それが一冊の大きな本になってて、これ読みましたけども、はいはい、その中で非常に特徴的なのはですね、はい、アメリカの今の状況とまあ似てるかどうか分かりませんが、はい、2つありましてですね、はい、1つはコミンテルン、はい、当時のソビエトがいろいろ世界に共産主義を広げようということで設立した団体ですけども、うん、はい、これの影響がすっごくあって、例えば有名な原爆開発した、うん、はい、なんとか計画とありましたね、はいはい、マンハッタン計画、マンハッタン計画か、はい、あれの中の2番手だったか、科学者のですね、オッペンハイマーでしたっけ、はい、忘れましたけど、ローゼン、1番がローゼンバーグとかいうやつかな、ローゼンバーグじゃなくてね、じゃなくてオッペンハイマーって言ったね、オッペンハイマーだったと思うんですけど、うん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 、2番手の大変な科学者で、はい、実際の原爆開発をした責任者ですよね、うんうん、この人が共産党員だったっていうか、コミンテルンだったというか、だから実質的にですね、はい、まあ、アメリカその大恐慌を踏まえてですね、はい、大変混乱した経済不況の中にあって、はい、アメリカの社会で随分そのソ連に対する、あるいは社会主義に対するセンティメントっていうかね、共感の気持ちある人がすごくいたんですね、ですからこの2つのコミンテルンと、まあ、実際の派遣者、はい、それとコミンテルが出す膨大なお金と、はい、それとその米国内におけるですね、共感、社会主義に対する、はい、これがあっていろんなことができたんだと思うんですね、そうでしょうね、ところが今のですねアメリカを考えるにですね、うん、そのアメリカに対する中国の影響、中国共産党の影響っていうのはすごいですよね、すごいですね、最近、まあ、トランプになっていろいろ
例えば孔子学院とかね、うんうん、あれを廃止するとか、うん、私の友人の中国人の娘もですね、アメリカで働いてたの今度ビザ取れなくなっちゃったとか、そういうことで、うんうん、実際のアメリカ人に対するビザ不発給、うんうん、具体的にすごい出てます。はいはい。それであのその人から日本で働けないかとか言って相談を受けたりしたりしてんですけど、そういう社会の変化にもかかわらず、こうセンティメントっていうかね、アメリカの中のある一部でもいいんですけど、強力な共感、中国の社会に対する、あるいは中国共産党に対する、それがないと多分いろんなことできないと思うんですけど。そうでしょうね、そうでしょうね。前者の2つは簡単にできるんですよね、うんうん、中国がスパイをたくさん送り込んでる、うんうん、でまあ、いろんなハニートラップとかですね、うん、日本の政治家がやられてるようなね、うんうん、ことをアメリカでもやってるでしょう。バイデンの息子もそうでしょう、多分、うん、そうでしょうね。簡単にできるんですけど、うんうん、中国の、まあ、世界の常識ですよね。はい。ところがアメリカの中でセンチメントってのは本当にそんなあんのかなと。アメリカにも左翼が随分強く出てまして、うん、共産党審判みたいな人っていうか、共産党みたいな人がですね、大統領選に出てますよね。出てます。それで結局勝てないっていうことで、最後はバイデンを担ぎ出してですね、途中の経過ではなんか4位とか5位だったんですよね、うんうん、とても大統領候補になるような感じじゃなかったんですけど、これじゃ勝てないっていうことで、左翼も含めた、右翼左翼含めた民主党がですね、担ぎ出したのがバイデン、うん、それで日本の学者も、いろんな人が言ってますし、最近誰だったか、プレジデントの雑誌に出てた、誰か書いてましたけど、うん、もう終わっ、バイデンの役割はですね、当選したことで終わりだと。そうですね、というふうにその人は書いてました。それは一般的な見方だと思いますね。まあそうなんでしょうね。そうです、そうです。だけどバイデンもそう言ってますよ。あ、そうなんだ。バイデン自身が言ってます。ああ、自分はつなぎ役だみたいなことを言って、カマラ・ハリスが本命なんだと言ってます。ただそのアメリカの中で実態、その先ほど そのジョージ・ソロスとかね、あの人たちがとてもその中国共産党に審判があるとは思いませんよね。いや、ジョージ・ソロスはその左派への、なんて言うんだろう、 ATM と言われてる人でね、巨額なお金が彼を通じて左派に流れてるんですね。それなんでだろうかね。要するにこれがあれなんですよね、まさしくグローバリズムってやつなんですよ。それでそれがその全くとんでもないんだけど、中国共産党が目指している、これもある種のグローバリズムですよね。一帯一路などでみんな自分の、支配下に置こうという。それから国際金融資本、それから最近ではビル・ゲイツとか、そういういわゆる IT でそのうんと成長した企業たちも、これもグローバリズムなんですね。それで個々の民族国家っていうものはそういう障壁はない方がいいんですよ。それで全体をビル・ゲイツさんたちからするならば、まあ、IT なりそういうものの力でもって均質にしていこうというのがあって、それから中国共産党の方はやっぱり同じような形で、自分たちの思想で、各国をその束ねちゃおうというのがあって、そこがつながってるようなんですよね。いや、僕もこんなことを考えたのはごく最近のことなんだけども、そういうようなことがたくさん言われていて、なるほどそうだなっていうことがあります。それから杉谷さんが最初に言ったことなんですけども、その日本で保守派と言われている方々の中で、今回の問題については全く二通りの反応があるんですね。それで、ネットを触ってないと絶対わからないです、これは。だって感覚的にこれは変だになっちゃうわけです。僕が今話したようなことっていうのは。その、僕がネットに触ってなかったら、多分杉浦さんが僕と同じことを言ったら、杉浦、何言ってんだと、ちょっと変なこと言ってるのになっちゃうわけですよね。つまり、ネットに触って情報を得てるかどうかっていうのが、いう方と、大手のマスメディア、
日本の新聞テレビ全部ひっくるめて、そこでしか基本的に情報を取っていないとの間にはこんなギャップがあるんですよ。だから保守派の中で、へえこの人がっていう人が全く僕が今言ったようなことについて触れないで、でも自分の信念でもって書いてるっていうのを僕も時々見ています。で、ある方々は、いやとんでもないことが起きてるんだということを言っていて、そのギャップっていうのがすごく大きいんですよね。だから最初に言ったその著名な方々が触れてないっていうのは、まあ、あり得ることだと。それからさっきの孔子学院の問題も含めて、やっぱ大学、特にまあ大学ですよね。そこでもってやっぱりある種の理想主義的な社会主義共産主義っていうものがアメリカの特に若い方々の中で非常に、広がっているっていうのは事実だと思います。で、僕たちの世代になるとかつてを知ってるわけですよね。要するにこう理想的だと言われていたその社会主義国家っていうものが実は独裁国家で、それで言論の自由もなければその非人道的だったっていうことが分かっていて、それを体験していない世代、もっと若い方々にはやっぱ今のアメリカの中で富が偏在してるとかいう問題はもちろんあるわけですから、そういうものに対する反感みたいなものもあって、理想主義的なその社会主義共産主義が広がっていくっていう素地がアメリカには日本よりも強いんじゃないかなっていう気もいたします。これは投票ちょっといいですか。はいはい。今度の投票分析が出てまして、はい、トランプ支持が圧倒的に多いのが白人なんですね、人種別に分けると。うん。で、他の人種はですね、大同小異なんですが、ほとんどアジア系も含めてですね、バイデンを支持しているということは、やっぱりマイノリティって言いますか、アメリカの中で経済的に必ずしも恵まれてない層がいて、この富の偏在って言いますか、これよく地に係数って言いましたっけ、はいはい、ありますね。あれアメリカと中国が総益でですね、両方とももう 0.4 超えてると言われてまして、富の偏在がすごい進んでるんですよね、はい、で日本は 0.3 ぐらいですから大変平等な社会なんですけど、この富の偏在がやっぱりアメリカ大きいのが一つあるんじゃないかなという気がしてまして、それを憎む層がですね、バイデンを、まあ、不正行為も含めてトランプやっつけて、もうちょっとその社会主義的っていうか、こうその公平な政策って言いますか、これを期待希望しているというのがその社会的な状況としてあるのではないかっていう気がするんですけどね。だからといって、うん、今のね、うん、その選挙不正について、うん、まずくないとかそういうことじゃないですか、うん、分かってる分かってる、ええ、それについてね、ちょっと違うのは、今回トランプが勝ったとするならば、それはヒスパニックとそれからアフリカ系アメリカ人の票なんだろうって言われたぐらいにすごく伸びてるんですよね、以前と比べるとね。以前と比べると今回はね、うん、ラテン系は 65% がバイデン、うんうん、トランプは 34% かな、うんうん、黒人は 87% がバイデン、うん、12% がトランプ。これは以前の共和党で、例えばブッシュなんかだと、うん、もっと違ってたと思う。そうだろうね、そうだろうね、はい、だから確かにおっしゃった通りで、そのトランプが伸びたことは間違いないんだけど、うんうん、絶対的なその過半数っていうのはもうとても及ばない、うん、ただあれでしょう、確かに黒人のジョージア州あったかな、忘れたけども、議員が、その、トランプのところ、支持集会に来ていて、自分がこういうとこでいるのはおかしいと思うかもわからないけども、っていうようなことを言いながら、
なぜトランプを支持するのかっていうことを喋ってるのを僕は聞いたことがあるんですね。その中身っていうのはやっぱり非常に分かりやすかったんですよ。それでアフリカ系のアメリカ人の中で自分たちは花から民主党になんだというふうに言うのはおかしいっていうの議論もあったりして、それでこれまでのそのマイノリティは民主党でみたいな、白人は、共和党でみたいなもの、という規制の観念っていうのは崩れてきてるような気が僕はするんですよね。で特に今回さっきトランプ支持派の、憲法を守れというように叫んでる集会の中の実際にこうインタビューなんか聞いてみると、まあ、いろんな人たちが来てるんですよね。それでよく排外主義とか人種差別的だって言うんだけど、僕が見たどの動画を見てもそういう要素がないんですよ。でただ僕たちの頭の中にそれが残ってるとすると、排外主義的なんだという、いうふうに言われてるメディアの言葉がもうずっと頭の中に入ってるから、知らず知らずそうなってるんじゃないかなっていう気がしたんですね。でさっき34歳のトランプの長い演説、インタビューを見てもらいましたけども、他にもいろんな演説僕は聞いてみたんですね。で実はトランプ氏の演説をきちんと聞いたのは僕は初めてだったわけです。で聞いてみるとやっぱり印象が変わるんですよね。それでじゃあなぜとんでもないと思っていたのかというと、トランプはとんでもないんだというそのメディアのまあ擦り込みが僕の頭の中にもすごくあったんじゃないかっていうことに気がついて、それで誰でもそうなっちゃうと、僕だってそう思ってたわけだから。で山口慎さんがあいつはとんでもないって言ってた、ね、彼が言っててさ、世の中を引っ張るためには尊敬を得なきゃなんないと、うん、ことを言ってたじゃないですか。若い言ってた、ね、34歳。あれはその通りだと思うんだよね。うんうん、世界に対して反たること、行動でもって示さないといけないと。うんうん、ところがさ、トランプがやってることは、うん、大統領になってからやったことは、うん、それと違うことをやってるじゃないですか。うんうん、例えば？例えばコロナで言えばさ、うん、あんなものはさ、4月になって暖かくなれば、嘘のマジックのように消えちゃうから、ね、何の防護策もしなくていいんだとかさ、まあ冗談かなんか知らないけど消毒薬を注射すればいいとかさ、うんうんうん、ああいうことを言ってさ、そういうことを言ってたらさ、尊敬なんてさ、リーダーとしてね、尊敬なんてこう得られないっていうのは思うんですよね。もう一つやっぱりさ、うんうん、世界を束ねようっていう、まあいい方向に持っていくっていうんだったらさ、それなりのさ、うんうん、言い方とかさ、行動をしないとさ、何でも自分とこう反対するやつは切り捨てるとかさ、あれはフェイクだとかって、それで済むっていうようなもんじゃないと思うんですよね。うんうんうん、だからそういうところが僕はトランプの嫌いなとこなんですよ。うんうん、分かった分かった。要するに、うん、自分の思想がもし仮にいいとしたら、ね、そっちに導くためにはどういうふうな振る舞いをしなきゃいけないかっていうのは、おのずからさ、リーダーなら身につけてなきゃいけないことなんだけど、それがないところがダメなんだ、彼は。仮にそう考えてることとか思想がどんなに良くてもね。で、このアメリカの大統領選挙が結局、まあ、バイデンなのかトランプになるかっていうのはさ、まあ、に日本の我々にとってはさ、まあ、所詮参政権もないんだからアメリカのことなんですよね。そうです。だからさ、結局何が本当に大事なのかっていうのはさ、僕自身はね、うん、結局誰が大統領になってもアメリカがさ、これから国際社会でどういう役割を果たしていこうと考えてるのか、うん、もう一つ言えば中国に対してさ、うん、どういうふうに向き合っていこうとしてるのか、うん、そこを見ていくっていうことが一番大事だと思うんだよね。うんうんうん、そうでしょうね。要するにね、どっちがなっててもさ、今の中国をね、こう、今のまんまでみんなが善にして
の方図にやらせていくっていうことは、うん、決して世界のためにならないと思ってるわけ、うんうんうん、だからまあ言ってみればね、まあそれがなんていうのかな、今の資本主義のさ曲がり方にちょうど差し掛かってきてるんだろうと思うんだよね、うんうんうん、で中国市場っていうものだけをそこに求めて資本主義のあれで中国市場が欲しいからためにさ中国にみんな出てくじゃないですか。うんうん、そうだね、日本もそうだね。ね。とこで片っぽで あなたが言うようにいろんな人権問題とか臓器狩りの問題とかなんかそういうのがあるというのは多分事実でしょ。うん、そうですね。いや目をつぶってさ自分の都合のいいところだけ見てさ儲けるために中国に出てきてそこでにいる人たちがどんなに苦しんだり迫害されてようとそれは目をつぶって自分たちが儲かればいいと、うんうん、そういうふうなところがやっぱりこう一番まずいんじゃないのと、うんうんうん、要するにやんなきゃいけないことっていうのは僕の考え方としてはね、うんうん、要するにもしそういうことがけしからんとかなんかあの世界のためにならないということであればさ、うん、この資本主義のさそういう中国の市場だけを求めてさそこに合流していくっていうんじゃなくて、うん、もっとまあ自由主義っていうかあの人道主義っていうかねそういうことのためにはさ中国に対してどう向き合うかっていうのをさ、うんうん、同じ思いでいるところは一致団結してさ、うんうん、やっていくべきだと思うんだよね。だから、うんうんうん、中国のさ市場なんて失ってもいいからさね、うん、要するにああいうやり方をやってる国はとは付き合わないというぐらいの気持ちでやらないと、うんうん、まあこの今の中国のさのさばり方っていうのは変わらないと思うんですよね。そうだね。それができるかできないかが一番大事だと思う。うんうんうん、というのが私、要するに私が思ってることなんですけれどね。まあだから北谷さんが一生懸命バイデンのあれとトランプのあれで不正があったか不正かないかでアメリカの大統領選挙がどうだっていうのは確かにあるんだろうと思うけどそれって結局わからないじゃないですか。あったのかない、なかったのかどうか本当にあったにしたら本当にそんなあのアメリカ合衆国全部でそうやってバイデンを勝たせるだけ組織的にこう動かせるものなのかとか、そういうことはその同一人物からない自分で証拠を見つけて自分で探してそれを発表するものなんだよ。それを人に頼るんだ。分かった分かった、うん、あすいません、どうもちょっと今トイレに行っていてよいしょ。あのね、あのどうぞどうぞ。今回、まあ、北谷さんご指摘のような不正っていうのは、当然あり得ると思いますね。うんうん、っていうのはなんでかっていうと、うん、アメリカ人の一般の人たちのレベル感ってすごい低いですよね。うんうんうん、例えば計算なんか、買い物するとよく分かりますけど、うんうん、お釣りなんか出すの大変なんですよね。うんうんうん、日本人はささっと安全帯でやって、すぐやるのに。うん、まあだから一般の人たちはそういうそのなんていうか学力レベルって優れた人はすごいですけど、うんうん、という中で今回期日前投票っていうのは1億人超えたらしいんですね、うん、それでなおかつその以外に郵便投票が6500万人だそうですよ。ですから投票のほとんどが期日前か郵便投票なんですね、うん、でこんな大量の数をアメリカの人たちがどういう形で携わっているのか知らんけど、まともに全部その正確にやれるとはとても思えませんね。思えないね。ええ、だから間違いもあるでしょうし、うん、不正もあるでしょう、うんうん、多分ね、うん、だって以前のだってフロリダ前回かな前々回か、うん、フロリダの日常的な投票でさえね、うん、全部
数え直したりして、うん、それでなんか違った結果が出るとかですね、うんうんうん、そういう、まあ、ある意味だと日本じゃ考えられないような低たらくですから、うんうん、そういうレベル感の中で、うん、先ほどご紹介したような投票行動をですね、うん、正確に把握できるとはとても思いませんよね、うんうんうん、だそういう中で不正行為っていうのは多分やる隙っていうのはたくさんあったでしょう。そうでしょうね。中国人系はもう賢いですから、うん、そうなんだよね、動く。だからまあ、あったにしろなかったにしろそれを覆したのは相当難しいと思うね、うんうんうん、そこでね、うん、分かりました。さっき新さんが言ったことの中でね、一つ面白い映像を見せたいと思うんですよ。まさにそのトランプがそのあんなものは大したことないってコロナを軽視したことがね、今の蔓延を招いたっていうのはバイデンさん側の非常に強いアピールになったわけですね。に任命されたケリー・マクナン医師が最近メディアの注目を浴びています。人気を集めています。これは報道官ケイリー・マクナニー報道官は5月5日の記者会見で、ある記者からマクナニー氏が FOX ニュースでトランプ大統領はウイルスをアメリカに拡散させないようにすると述べたが、現在のアメリカでの流行を見て自身の発言を撤回しないのかと質問されました。マクナニー報道官は当初の発言はウイルスの侵入を防ぐためにアメリカの海外渡航規制について述べたものであると答えました。そして突然来場のメディア各社の記者に反問しました。 Does Vox want to take back that they proclaim that the coronavirus would not be a deadly pandemic? Does the Washington Post want to take back that they told Americans to get a grip, the flu is bigger than the coronavirus? Does the New York Times want to take back that fear of the virus may be spreading faster than the virus itself?Does NPR want to take back that the flu was a much bigger threat than the coronavirus? I'll leave you with those questions, and maybe you'll have some answers in a few days. Thank you very much. 今年32歳のマクナニー氏は、今年4月に着任し、5月からはホワイトハウスで記者会見を主催しています。鋭い発言スタイルがトランプ大統領に似ていると言われるマクナニー報道官は、共和党全国委員会の報道官を務めていましたが、後にトランプ大統領の再選キャンペーンチームに参加しました。しかし、驚くべきことに、マクナニー氏はかつて CNN でトランプ氏に対抗する政治アナリストとして活動していました。CNN は5月7日、マクナニー氏の過去の反トランプ発言を一挙に取り上げました。翌日の記者会見では、トランプ氏の発言はまだ人種差別的だと思うかと聞かれ、マクナニー氏は、当時は CNN を簡単に信じすぎていたと答えました。Well, I'm actually glad you asked that because for about the first 4 weeks of the election, I was watching CNN and I was naively believing some of the headlines that I saw on CNN. マクナニー氏は自身の背景を調査している人たちに対し、自身に注目するよりも CNN の番組に招かれているコメンテーターを調査するよう励ましました。And for two years, probably more than that, CNN ran with the collusion narrative. And if the American people are watching right now, you're probably very confused as to some of the quotes I read, because those individuals were saying much different things publicly. Perhaps the K-File should do an analysis. I'm in Japan, the conversation will change, but at a time,その中国からの渡航を遮断せよとか韓国からの渡航を遮断せよっていう議論が出たわけですけども、実際に安倍内閣がやったのは3月に入ってからだったと思うんですよね。でその時にはすでに遅いっていう議論があったんだけど、あの時に日本の政党の中で誰が遮断しろと言ったのかっていうのは実は全然わかんないんですよね。そのほとんど遮断せよと言ってないんですよ、あの時期にね。でも実際にそれが非常に脅威があったっていう段階では今度遅すぎるっていう批判が出てくるっていうんで、同じ議論がアメリカでもあったようなので、マケナニーという、マケナニーっていうのかな、あの女性は非常に日本の報道官では見られないぐらいにきちんとやり返すというのがあって、他のあでも面白かったんだけど、結局アメリカのメディアもぐちゃぐちゃだったんです。あの時分かんなかったんですよ。で実際にトランプがやったことっていうのは、まさにそのハウザーに資金提供してワクチンを作らせるプロジェクトを立ち上げて、
そして実際には多分選挙前にできていたんでしょう。それをしかしファザーは、選挙後に公表したっていうんで、これだけ早くできたっていうのはまさしく、トランプ政府のそのワクチン開発の努力が実ったことだと思うんですよね。だからただそのシンさんが言ったことも僕たちはずっと聞いてるから、いつの間にかとんでもない、要するになんていうのかな、それはまあいろんなこと言うわけですから、ただその中で最もその否定的なものをずっとその言われると頭の中に入っちゃうっていうことの一つでもあるんじゃないだろうかっていう気がしています。藤村さんどうぞ。はい、あの北谷さんが今回のね、はい、問題点のなぜ取り上げられたかという一点にはですね、はい、日本の報道が一方に偏っているんではないかという、まあ、日本の大手のメディアは、中立公正の、まあ、幻想のもとに、やっていますので、まあ、これが大体基本的にはおかしいと私は思うんですけども、例えばあの35年前に私は香港でちょっと仕事をしてたことがありまして、35年前なんですけど、香港人はその当時ですね、多くの男性人はビジネスマンは朝朝食をですね自宅で取らないで、レストランにみんな出てきて朝食を取るんですけども、なるほど、その時に見ていると新聞を最低3紙持ってくるんですね。ほうほう、最低多い人は6冊6紙ぐらい持ってくるんですけども、それは基本的にはですね宗教のより中立と主張するもの、そして右寄りのものというような少なくとも3つ読まないと分からないということで、しかも、まあ、分からないどっちが自分は賛成かということも含めて、3つ最低持ってみんなが朝食に来るというのを私は見てですね、日本では、私なんかずっと朝日新聞しか読んでなかったので驚愕したんですね。そうかと、新聞は中立って思ってたけども、そんなことはありえないんだと、こっちの方が正しい姿勢なんだというふうに実は35年前からそう思いました。だから今日本はそのまんま35年前のまんま、ある意味まだ来てるわけですけど、多少朝日新聞と産経新聞とかでは多少の違いはこの頃みんなで認識してるようですが、うん、でも基本的には変わらないという、まあテレビなんかも大まかだいたいちょっとずつ違いますけど、ほとんど同じ報道ですよね。どれを完全に見てもいいと。だからそれはやっぱりあの3つ読むという姿勢のちゃんと見つけるというのが大事だというふうに思って、そういう呼びかけの一つなんだろうというふうに、私は聞いていました。なるほどね、ありがとうございました。谷さんいいですかね。あ、どうぞどうぞ。じゃあ今日のテーマで最初に北谷さんが話し始めた時には、はい、要するにおっしゃりたいことは、まあ、この間からね事前に聞いてる時から、うん、バイデン実はとんでもないんだと、大変な不正が行われてるんだということをまず一つかなと、はい、それから今日の最初の方でもともと16年の頃はトランプをこう見てましたっていうとこから、はい、どうも北見さんはトランプ票が変わったと、変わってましたね、はい、山口さんとの逆を言って、世間全部、自分もそうだったけど世間全体もあのトランプとんでもないやつだっていうところに対して、はい、変わってきた。でそこの変われた根源っていうのがマスメディアじゃなくてネットの生の情報を取ってみると、実はトランプは34歳の時から結構一貫性があって今なお何も変わってなくて、うん、表裏表のないやつだと、多分北見さんは今そんなイメージをこう持ってるのかなというふうに今日思います。はいはい。でそれは私全然反論なくて、うんうん、選挙は全然正しくないと思ってますし、うんうんうん、どっちかっていうと3点言いたいんですけど、うんうん、1点目はまずその月谷さんの論点の不正っていうのに関しては僕はあっただろうなと、うんうん、あっただろうなと。
というふうにまず思いますと、はい、で2点目はそれを誰が仕掛けてるのかっていうところは、うん、誰っていうほどそのじゃあバイデン側だ民主党だとかあるいはそれは中国だとかね、そういう誰とか国とか組織っていう一つのものではないだろうなと、うん、いうふうに思っていて、もちろんそこに影響を大きく及ぼしたこともいろんなのがあって、それぞれの裏にはそれぞれのいろんな人だったり組織があると思うんですけど、うんうん、今起こってる全体は一個の動きではなくて、うん、いろんな裏の動きじゃないかなというふうに思ってます。はいはい。で、アメリカには、まあ、世界にもあるんでしょうけど、特にアメリカには大統領すら次は誰大統領にしようかなとか、経済をいつにしようかなとか、そろそろ戦争を起こそうかなとか、ああいうことを考えたり操作している大変深く大きなパワーというものが一つではなくていくつか存在していると思うので、はい、表に見えている今は共和党の時代ですとか今はトランプですなんて、そんなのは全部その上で成り立っている話だと思うんですね。でその組織ですらそれを全てはアメリカ、そこがアメリカを動かしているっていうのはなくて、その組織、裏組織すらまた競い合ってるってことだと思うので、今結構勢力が強かったり弱まったりっていろんなのがあるんじゃないかなって、財閥もあれば組織もあれば宗教もあればっていうふうに思っています。で3点目が、はい、今の動き、今の割と表面的なこの選挙でバイデンが勝ってどうこうっていうところの動きに関しては、うん、あえて言うと誰がこの動きを起こしたのっていうと、僕はトランプだと思ってます。トランプという一人の人間がこれほどのことを起こして、かつて歴史のないほどの選挙の、うん、民主性を脅かすほどのことが行われてしまったり、マスコミがこれほどまでにかなり明らかになるほどに、うんうん、こんなに報道を規制したり操作したりっていうのは、うんうん、全部トランプが巻き起こしたんじゃないかなと。そうなんだよね。それからトランプがやっぱり今までは、うんうんうん、誰が大統領になろうとそれなり その裏組織の上で踊らされてたんだけど、うんうん、あまりにもレギュラーで、うん、2016年に書いたあの認識のところですね、うんうん、そして山口さんが嫌いだとおっしゃってるという、もうその感情や組織がもうどんな行為をしてでもいいから、ともかくあいつ落とせと、うんうん、ともかくあいつは許せんと、うんうんうん、いうところっていうのはもうがいろんな組織やいろんな人ではいろんなところに起こったんじゃないかなと。だから田中さんが巻き起こした騒動であり、うんうん、やっぱりそこまで今までの伝統や組織に縛られない、今北谷さんが少し再評価している田中さんのところっていうのが、うんうん、7000万人が評価して、7000万人が評価したんだろうな、はい、こんなふうに思いました。うん、分かりました。一ついいですか。ああ、はいはい。はい、どうぞ。市川さんの話のあれですけども、この前に誰かも言われましたけど、アメリカっていうのは割と階層社会、昔からね、階層社会で、地方へ行くと、ほとんどやっぱり朝日新聞や読売新聞みたいなものを読んでる人っていうのは、ほとんど僕らお目にかからなくて、地方は地方で、大新聞なんか読んでる人なんかほとんどいないんですよね。だから、そういう意味で今まで、全然新聞なんかを読まないそういう層っていうのは、まあ教育も、あまり行き届いてない層っていうのは日本で考えるよりも圧倒的に多くて、その層に対してこの初めて、これはポピュリズムのもう典型ですけども、トランプさんがツイッターというやり方でもってそこに切り込んだ、でそこの層を掘り起こしてきたというのが、今回今市川さんのおっしゃるいろんな、ま、マフィアというマフィアというかシンジケートというかいろんなそういう力とは別に、それもあるでしょうけども、日本アメリカ社会の、中間層以下の、層をトランプさんが、かき混ぜたというところにあると思います。そしてね、選挙運動が日本と全然違うのは、僕はアメリカで仕事してて思ったんですけど、ホテル行って今日はなんかみんな着飾って、子供も大人も綺麗な格好してみんな集まってて、今日は何あるんですかって聞いたら、共和党の大会だとか民主党の大会だとか言って、
パーティーでお祭り騒ぎなんですね。でそういう時にお祭りをやって、きれいにみんな楽しんで食事もやってということになりますので、まあそういう時にしか、あんまり政治にはかからない賞っていうのに対して、トランプさんが今回いろんな情報をどんどんぶつけていったというところが、もう一つそのシンジケートの動きとは別に大きな動きとしてあるんじゃないかと思います。この一つまたちょっと見て、学教授の敵東昇氏の中共の対米潜入の演説が広く流されていた。一方、アメリカメディアは中共の女性スパイがアメリカ高官を誘惑した事件を明らかにし、新たなセンセーションを巻き起こした。この2つの出来事から見ると、今回の大統領選挙詐欺事件は中共がもたらす危険性の重大さと、トランプ大統領の真相究明の重要性を浮き彫りにしている。12月7日、FOX ニュースの司会者タッカー・カールソン氏は番組の中で、中共のために働いている我々のエリートという話題を取り上げた敵氏の演説の映像を放送した。カールソン氏は、彼らは誰で何人が我々のメディアや政府で働いているのかと疑問を呈した。カールソン氏は、中国の教授がハンター・バイデン氏の北京とのつながりを確認したとも述べていた。8日、トランプ大統領はカールソン氏のレポートが寄せられた。敵氏は習近平のシンクタンクメンバーの一人であり、彼の身分はかなり特殊である。敵氏はこの日の演説で規模を把握する必要性を再認識し、政治的正しさにまで言及していたので、ただの暴言ではないことは明らかだ。この動画はネット上で大流行した後、宗教はすぐに完全削除したので、さらに内容の真実性と感度を際立たせた。敵東昇氏の暴論は3つある。第1に、宗教が2016年以前の数十年間、アメリカとベッドの端っこで仲直りできたのは、進路依存、アメリカのトップに人がいて、アメリカの権力内輪に我々の旧友がいるのおかげである。第2に、ハンター・バイデン氏のグローバル財団は中共の支援を受けており、敵東昇氏はここでビジネスがあると言っている。第3に、中共はトランプ氏を買収できず、ウォール街は貿易戦争で中共を助けようとしているが、現大統領を味方にできなかった。中共の教授が金で解決できないことは、アメリカ側の中共代理人が変わった手法で解決できる。カールソン氏だけが疑問を持っているわけではないが、すべてのアメリカ人は、アメリカの政治家、役人、メディア関係者、テクノロジーの大手、金融界の大物、教育界の幹部、華僑の代表者などが、どれだけ中共のために働いているのか、と問うべきだろう。彼らの仲介で結ばれた協定、完成された取引、推進された政策は、中共を支援することを目的とし、アメリカの利益を損なっているのではないか。8日、アメリカメディアアクオスは、中共のスパイ事件を独占的に報じた。中国大陸出身のファンファン氏は2011年留学生としてカリフォルニア州にやってきた。学校の中国学生会会長として中国在サンフランシスコ総領事館と緊密な連絡を保っているという。それから4年間、ファン氏はカリフォルニアベイエリアや全米の政界で活躍し、多くの政治家と親交を深め、少なくとも2回はアメリカの役人と性的関係を持ったが、そのうちの1人はオハイオ州の市長だった。2015年半ば、ファン氏は FBI テキさんっていう、まあ、比較的若い方が、その中国のある集会で発言をして大喝采を受けたんですね。これは非常に拡散されてまして、原文と訳を見ることができます。で、その中で彼が本当に赤裸々に語ってるのは、金の力で何でもできるっていうことを彼は言ってるんですね。そしてこれまではウォール街が、アメリカの政治家たちを自由にできたんだと。しかしトランプだけはどうにもならなかったんだと。しかし今度はバイデンが当選したから大丈夫なんだっていうんで、彼は多分バイデンが当選したというそのアメリカの大手のメディアを彼は、簡単にもう大丈夫だろうと思ってうかつに言ったんだろうけども、誰かがその映像を撮っていてこれを流したんですね。で、僕がびっくりしたのは、彼がそういうふうに言った瞬間に、彼は自慢げに言うわけですよ。お金でできるんだと。一束じゃなかったら二束でいいんだとか。その瞬間に爆笑するわけですよね。その聴衆が。で、彼らの常識になってるんだっていうことがよく分かって、日本であるならばそういうことは内心考えても言わないじゃないですか、人前で。でも彼がそういうことを言う、そういうこう、素地がもうできてるんだっていうことが分かったんですね。それで藤村さんが言った、その、なんて言うんだろう。その、教育が行き届かないっていないところにポピュリズムで、トランプが獲得をしたっていうことについて、僕はあんまり賛同しないんですね。
で実際にそのトランプを支持している方々の中には知的な方々が非常に多いんですよ。でインタビューなど聞いてみると本当に真剣に真面目に考えている方々が非常にたくさん支持をしています。そしてなおかつこれまでだったら教育が行き届かなかったであろうヒスパニックとかそれからアフリカ系のアメリカ人にも広く浸透していることがありますが、ポピュリズムに言ってもちょっと違うんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。ただ、やっぱり日本とすごく違うのは、彼らは USA、USA っていうことを絶叫しますよね。で、これはまさしくね、アメリカの、まあ、魂みたいな部分なんですよ。その、別々の州が、ステイトが連合、国家としてのアメリカを作ってるんだということに対する思いっていうのはすごく強いっていうことが一つと、それからトランプの支持者たちは、クリスチャンなんですね。敬虔なクリスチャン。で、従って最後演説をした後に、そのお祈りを捧げるみたいなことをやっていて、これは日本とはすごく違うんですけども、逆に、そのことによって非常にその、なんて言うんだろう、凝縮力が高いというようなことを感じました。それから、シンさんが言った、結局誰なんだと、こういうことやってるのは、ということなんですけども、まさしく、個人でできるはずがなくて、バイデンがそのトップであるわけでもないし、民主党がトップであるわけでもなくて、非常に大きな力が働いていて、で、これまでに、結局、まさしくその、石川さんおっしゃったように、その手のひらの上で、たまに民主党になったり、たまに共和党になったりと、結局そこで揺れ動いてきたのが全くど素人のトランプっていう人間が、そこにボンと入ってしまったと。でその結果誰の指図も受けないというふうになって、そのあらゆる人間にとってそのことは異常な事態になって、それを今排除しようとしているということだろうと僕は思うんですね。でそれが何なのかについては非常に難しいです。これはロスチャイルドという名前もよく出てきますし、それから中国共産党っていうのも出てくるし、いろんなあれがありますけれども、とにかく非常に強い大きな、言ってみれば体制みたいなものがあると。で、これはディープステートというよりも、むしろ主流だと思うんですね、社会の。で、どっちに転んでも、その上でしか動くしかないようなものができていて、それがでも、アメリカ人のためになっていないというのがトランプ氏の直感なんじゃないだろうかという気がしています。いや、重い。なんとなく、ホリエモンに対してアレルギーが一時期、あの時代あったじゃないですか。ありましたね。20年ぐらい前の時にね。うんうん。急に出てきてわけわかんなくて、決して行儀よくないし、身なりもいつもラフだって、社会的にいろんな意味でなんだこいつってやって、うんうん、彼の場合はついに刑務所まで送り込まれたわけですよね。そうですね、そうですね。全然ちょっと場面もいろんな意味で違うけど、うん、なんか日本人で一番分かりやすいのは、あの時のホリエモンに対して起こった社会的バッシングというか、主流派による反ホリエモンパワーっていうのと、なんとなく今トランプに対して怒ってるのがなんか似てるような気が、僕似てる面もある、一つやっぱ違うのは、その必ずしもトランプ氏がいたんではないということなんですね、それで昨日かな、一昨日かな、アメリカの上院の連邦の上院の国土安全保障委員会で公聴会が開かれてるんですよ。で上院なんですね。でそこの委員長を務めた、名前忘れましたけども、彼は最初からもうすごく怒ってるんですよ。で、今回の選挙っていうのは、不正があったかないかというのは問題じゃもうないんだと言ってるんです。これだけの不正が行われて、これだけ信頼を失ってしまったという、そこから自分たちがどうするんだっていうことをもう、猛然と言ってるわけです。実は初めて連邦の、議会で行われた公聴会が、つい最近なんですね。昨日だと思います。昨日かおととい。で、それに対して民主党の人間がどうこう言うんだけど、お前は嘘ばっかりついてきたと言ってるんです。ロシア疑惑でも嘘でも、嘘だ嘘だ嘘だみたいなことを言って、その真剣にその今回の問題を受け止めてる方々が、
多いし増えてきてると。しかし途中で、マコーネルっていう院内総務っていうのがいましたけども、共和党の言ってみれば幹事長みたいな方が、バイデンさんを祝福をして、共和党の議員にも絶対反乱を起こすなというようなことを言ったりとか、いろんなことが出てきてますけども、その、トランプ氏を強く支持する人間たちもたくさん出てきてると。で、一つ、考えなくちゃいけないのは、脅迫っていうのは怖いですよね。実際にこれまでに、さっきのケネディの時にもそうなんだけど、他の事件でも、民間人も含めてたくさんの人間が死んでる事件っていうのはあるんです。で、結構最近でもあるわけですよね。で、そういう中で、アメリカは銃社会でもあるから、脅迫を受けるっていうのはすごく怖くて、これは誰でも怯えるんです。やっぱ肉体的な暴力に対して人間弱いですから。で、そういう意味では今のトランプ氏にしても他の人間たちにしても、その自分が、その脅迫だけではなくて、その生命がなくなるっていうことも覚悟してやってる人間たちも非常にたくさんいるというのが現実だと思うんですね。で、最終的にこれからどうなるかについては、もう時間がなくなってるんですけども、多分トランプ氏は諦めないんだと思うんですよ、僕は。ということは、かなり混乱した事態が来年にかけて生じるんじゃないだろうか。その結果を僕たちは、こう、ずっと見ながら、また自分で考えていくということになるんじゃないだろうか、というふうに思っています。いずれにしても、どうぞ、杉浦さん。ですね、ちょっと面白い数字を2つ紹介します。はい。投票に関しての結果ですけど、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、今回、トランプさんが獲得した得票数ってご存知ですかね。7200万。もうちょい言ったんじゃない？なんかもうちょっと言ってるかもしれないけど、7400万という数字も聞いたこと、まあでもそんなもんですよね。あ、そうかもしれない。うんうん、先ほど聞いたご紹介したプレジデント1月号にそう出てたんですけど、従来のね、大統領選における最多得票、うん、これはね、6950万なんですよ。なるほど。これは誰？08年にオバマさんが獲得した。オバマか。うん、そうだろうな。これが最大、従来ね。うんうんうん、それを超えてるんですよね。うん、そう。これが一つ。それから、もう一つは、投票の理由をですね、うんうん、いろいろ調べた結果ありまして、うんうん、バイデンさんに投票したうちの7割近くがですね、うん、対抗候補が嫌だと。うんうんうん、これはだからある意味で言うと、トランプ嫌い、まあ、嫌いだっていうことですね。これがまあ世の中に喧伝されて、ええ、まあ、うまくそういうことになったんでしょうね。ええ、ところが、支持の方を探すと、うん、トランプさんがいいからっていうことで投票した人は、トランプさんの支持者のうち 53% 超えてるんですよ。うんうん、でそれで逆にバイデンさんに投票した人の中で、バイデンさんがいいねという人は、5割を全然切ってるんですね。うんうんうん、ということは、7200万か7400万、多大な投票者が、そのトランプさんを支持するがゆえに投票したということなんで、今後の、まあ、最終的に1月にどうなるか分かりませんけど、大変な今後、茨の道っていうかですね、簡単に進まないでしょうね、アメリカの政治は。バイデンになったとしてもっていうことでしょ。バイデンになったとしても。うん、そうです、そうです。はい、でまず、最後だけ言うとね、バイデン氏は自分でも言ってるんだけど、こういう答え方をしてるんですね。そのカマラ・ハリスと、政策上の意見が違った時はどうするんだって彼は聞かれて、彼はこう言ってます。自分はその時には病気になって、交代をするんだと言ってるんですよ。あ、そうなの？言ってます。まあ、彼はいろんなことを喋ってしまってるんですけども、その巨大な不正組織を作ったみたいなことを言って、間違えたんだって言うんだけど、全米に巨大な選挙不正組織を作ったみたいなことを言ってしまってるんですよね。他にもありますけども、いずれにしても、バイデン氏は、どっちにしてももうつなぎ役でしかないんですよ。つまり、ハンター・バイデン、FBI が捜査してることを明言していて、あれだけの証拠が出ていて、
で、共同経営者のボブリンスキーっていう人が、携帯電話3つぐらい FBI に出してますから、これだけはですね、多分、バーという司法長官は、始末をつけてから辞めるんじゃないかと僕は思ってるんですね。そうしたときに、罪がすごく重くて、それで、なんて言うんだろう。三等審にいないであれば、罪が及んじゃうので、多分、バイデンさんは持たないと思うんですよね。で、その時にうまくいけば、ハリス氏に、が、まあ、大統領になるっていうんで、まあ、これが最初からの、まあ、筋書きなんだろうというふうに思ってるんですね。それで、トランプが好きという話なんだけど、彼らの、集会に参加している方々の話を聞くと、もう共和党でも民主党でもないんですね。それから場合によったらトランプじゃなくてもいいと言って、要するに彼らは本当にアメリカというのを今のままでいけないというふうに思っている方々が日増しに増えていると僕は感じています。だってそれはそのなんていうの、ハンター・バイデンのいかがわしい写真がね、いつでも見れる状況にあって、そして上に上に不正があったということが伝わってきてるわけですよね。彼にもその中国の金が入ってっていう。で、それがずっと続いてるわけだから、もう日を追ってそれがやっぱり増えてくんですよね。で、そういう中で、最終的にこれがどういう決着がつくんだろうというのが、本当に、まあ、興味深いというか、でも対岸の火事じゃなくて大変大きな話なので、強い関心を持って見ていると。いうようなことです。はい。もう12時半になってしまった。非常に重たい議論で、議論が難しい議論なんだけど、でも今日こういう形で議論ができて、僕は良かったと思ってるんですね。で、僕の世代も、もう北にいいよ、こういう問題はっていう人がやっぱり多くなっていて、もうめんどくさい問題に関わりたくないからっていう。僕の友人もいるんですけども、でも僕はやっぱりそうは思わなくて、やっぱり自分がこれは変じゃないかなと思ったことについては、間違ってる可能性があってもやっぱり議論した方がいいというふうに思ってますので、今日こういう議論に、ご協力いただいた皆さんに心から感謝をしたいと思います。中国問題が大きいと思いますよ。アメリカの、うんうんうん、アメリカのね、トランプがあれだけこう、支持を集めたっていうのだって、一つはさ、ラスティベルトってあるじゃないですか。ありますね。白人が多くてね、今まで僕があったデトロイトなんて自動車のところはさ、閑散たるありさまになっちゃってるらしいんだけど、うんうんうん、要するに、あなたがさっき言ったグローバリズムっていうのがあって、うん、要は、みんな中国が世界の工場みたいになって、そこがやっぱり賃金が安いから、ほっとけば、そこにみんな行っちゃうんだよね、仕事が。うんうん、そうすると、頭脳じゃなくて、そういう手を動かすとかなんか、手を動かす、体を動かすでしか稼げない人たちの、ね、お金がみんな中国とかなんかのところに行っちゃうと、ほっとけば。うん。日本だと同じようなことがいっぱいあると思うんですよね。そうですよね。要するに、水は低きへ流れるみたいなところがあるから、賃金の安いところへ、どうしたって行っちゃうわけ。そうすると、残るのは頭脳労働とかなんか、まあ IT なんかもそういうのかもしれないけど、うんうん、そこに適した人たちだけが残って、アメリカの社会っていうのはそういうところに富が偏在して、で、体を動かすしかない人たちは、どんどん貧乏になって、二極化がいって、そこのところで、もう普通としてね、うん、みんなの不満が溜まってると。そこでトランプが出てきて、うん、アメリカをもう一度蘇らせるんだみたいなことを言って、こうやれば、わあ、そうかと。今まで希望が持てなかったけど、トランプなら何かしてくれるんじゃないかっていうところで人気を得たっていうのは、その通りだと思うんですけど。そうだね。うんうん、やっぱりね、だから今のいびつな、こうグローバリズムっていうのが引き起こしてる一つの現象だと思うんだよね、アメリカの今の現象っていうのは。うん、僕はそういうふうに見てて、うんうん、その辺のところからこう考えていかないと、この問題っていうのは、こう、将来どうなっていくかっていうのを
日本はその時にどうすればいいのかっていうことを本当の意味で答えが出てこないんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。ちょっとキリがないので、はい、私はもう退出します。わかりました。じゃあここで皆さん一旦締めたいと思います。1時半からミラクルテレビを議論しますので、また杉田さん来てください。それじゃあどうも失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。藤間さんありがとうございました。はい、はい、どうも。